楽天ゴルフチャンネル始まりました。今回も前回に引き続き、はい、朝日奈彩さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。そして今回はショートコースに、はいはい、今回勝負じゃなくて、うん、普通にプライベートでなんか練習的な感じで、はい、で私が今勝手に言ったんですけど、それでいいですか？ OKOK じゃあ、はい、ちょっとプライベートレッスンな感じで、はい、はい、お願いします。はい。なんか進めながら朝日奈さんもいろいろ聞きたいことあったら。はい。はい。ぜひ。先生もね、ゴルフ関係ないことね。私が回り終わった後にクラブを二人とも置いて、もうみっちり聞きます。さっきもみっちり聞いてましたよね。はい。ちょっともう贅沢な時間をはい過ごさせていただきました。もうなんかキャーって感じだった。本当にあの美容のアイテムとかすごい好きなんだなっていうのを伝わりました。はい、ねえ、なんかもうあやさんに好きですって告白して先生、先生ゴルフもとってもいいですかどっちから行きますか、はい、いやいや私から行きます、はい、私から、はい、打たせていただきます、はい、多分左向いて右に打つ癖がついちゃったんで、まっすぐで右行っちゃうんじゃないですか。そうですよね。逆に右向いて左打つ練習するのどうですか。右向いて左に打つ、はい、あのまあちょっとそれは大げさですけど、はい、木ぐらい向いてそこからちゃんとピンに飛ばすように練習するんで、多分もう右行くの前提で左向いてさらに右打ってるから、それが多分癖ついちゃった。いつもより足半分ぐらい、そう、それぐらい右向いても足だけ向いて肩はまっすぐにやっちゃってるんで、へえ、じゃあこっちの状態で、はい、もうあのそれで頑張ってピンの方に打つ練習でも、肩がもう足の方向にいくと、はい、この辺に、そうなんだ、ちょっとボール左に振りますけど、はい、それぐらいで、はい、で、もうちょっとピンの方に、左下の方に、左下の方に、はい、振っていく感じで、はい、はい、そっちの方が球筋良くないですか？確かに。それで今そこにまっすぐ出たんで、うん、あ、でもまあ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 、そう、トロンと、そうだからそれをちゃんと打てるようになってきたら、はい、ピンに向いてちゃんとピン、うん、今回ピンに向いちゃって、はい、でもう左下に振っていく感じで、肩だけはちゃんとまっすぐです。はい。おお。あ、なんかちょっとずつまっすぐになってる。はい、すごーい。やっぱ違うんですね。そうなんだ。ありがとうございます。風だから、はい、流されると思って右端狙ったらまっすぐ行っちゃった。ねえ、でもその風とかも計算して打ってらっしゃるんですね。はい、本当に右に飛ばなかった日がないぐらい毎日右に打っちゃってて、はい、でもそれでもゴルフの打ちっぱなしとかじゃなくコースに出て練習した方がいいんじゃないかと思って、はい、月1回必ずコースに出るようにしてるんですよ、はい、でそれで治るだろう治るだろうと思ってずっとやってたけど治らなかったでもなんか今日機会に、はい、なんかちょっとなんか治すポイントが分かったから治りそう。そう、ね、に向いて左下に、はい、左下に、はい、左下に、はい、おー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 、すごい、これも絶対教えていただいたのがすぐ出た感じですよね。よかった。嬉しい。嬉しい。右はちょっとずつ。
練習します。でもなんかこういうショットがなんかそのゴルフのコース回る機会をそれこそさっきお話したように月1回ぐらい必ず行くようにしてて、たまにこういうのが出るからやめられないんですよね。本当に続けたいって思っちゃって続けちゃってるんですよ。これだと向こうのこのぐらいの距離だと何がアプローチ S、 S、 私は結構50、私は S なんですけど、はい、S と4メッキなんで、はい、旅が、すごい。ちょっとこの前雨降ってたんで、それですごい。
じゃあ次のホールから一応ちょっと1球目で、はい、今のを試してみたいな。はい、ありがとうございます。最後にこのチャンネルのスポンサーである楽天ゴーラの紹介をします。楽天ゴーラより全国約2000施設のレッスンスクールを検索できるサービスのご紹介です。一人で悩んでる方も専門家のアドバイスでゴルフがさらに楽しくなるかもしれません。ぜひ検索してみてください。概要欄に URL を貼っております。予約もできますので、ぜひ自分に合ったスクールを探してみてください。これからも応援してね。バイバイ。